ウェザーニュースは2024年の梅雨の見通しを発表しました。九州から東北南部の梅雨入りは平年より遅くなる予想で、梅雨明けは平年並みになる予想です。このことから梅雨期間については沖縄、奄美から東北にかけて4日以上短くなる見込みです。梅雨時期の総雨量は平年並みか多い予想となります。梅雨期間の雨量は全国的に平年並みか多くなる見込みですが、特に6月下旬から7月上旬にかけて西日本や東日本の太平洋側に加えて北陸や東北にも暖かく湿った空気が流れ込みやすくなるため、梅雨末期の大雨に注意が必要です。最新の梅雨見解もウェザーニュースのアプリからご覧いただけます。